ちょっと待って、なんか全然コメントが、ちょっと待って、コメント反映されない、ちょっと待って、え、バグってる、ちょっと待って、え、そっちバグってる、ちょっと待って、こっちのコメント反映されないんだけど、やだ、ちょっと、あ、いたいたいたあったあった、ね、今出てきた、こんばんは、イヤホー来てくれてありがとう、ね、生誕祭ありがとうございます、ありがとう、こんばんちゃんです、あ、よかった、そっちバグってなかった、よかったです、ね、こんばんちゃん、昨日あね寂しくなっちゃうね、うん、いたっていう表現ね、いたいたいた、ね、決まってよかったですね、うん、こんばんちゃん来てくれてありがとう、てい、ありがとう、バグっていいじゃん、ありがとう、ね、すごい倍率になりそうですか、ね、すごい、それはとても嬉しいですけどね、全然、ね、うん、みんな来れたらいいんだけど、うん、ね、10人だね、生誕祭楽しみすぎて今から緊張するですかありがとう、ね、はるちゃんも生誕祭できると思ってなくて、手紙をね考えてなくて、瀬取りも考えてなくて、瀬取りというか曲も考えてなくて、今何にしようかなってね、アフターパーティーも何にしようかなって、うん、今考えてます、1月20日ならなんとか新潟行けるからよかったって、あ、本当ですか、よかったです、それは、ね、ブザービートありがとう、こんばんは、10人ね、10人、どんなパーティーになるのかね楽しみだけど、うん、どんな感じなんだろうね不思議よねインフルエンザなの、大丈夫、頑張って、うん、お大事に、あれ、先ほどインフルの検査待ち、え、みんなダウンしちゃってる、大丈夫、お大事にね、可愛い子発見ありがとう、ぜひぜひ来てください、ね、午前中は、あ、昼は思い出いっぱい公演があって、夜がはるちゃんの生誕祭ということなので、うん、初めて10人で公演をするということでね、みんなには来てほしいですね、ブザビットありがとうね、
回で一番可愛い子が配信始めたと聞いてて、あ、ありがとうすごい元気が出ます世界で一番、ありがとう。あ、仕事休みの日なの、すごい嬉しいですね。こんばんは、ね、アフターパーティーはね3期というかカラオケじゃないんだよね、毎回曲を披露なんで、カラオケはできないかもね。どうなんだろう。可愛く発見ありがとう。宿抑えたのね、来てくれる気満々ありがとうございます、本当に嬉しい、ね、みんなで協力して雪降るのかな、え、どうなんだろう、雪は大丈夫なのかな、1月ってね、雪にも負けずに来てください世界一暑い会場にしようなってね、頑張ろう。あっちっちだね、可愛くて美人で最高ありがとう、こんばんは。なんで10人なんですか、え、わかんないですね、うん、すごいスペシャルなパーティー公演なんじゃないですか、はるちゃんの生誕祭はじめまして、焼き明けだから申し込めるって、 ありがとう、かわいこ発見ありがとう、ブザビットありがとうね、ね、絶対に当ててくださいみんな、こんばんは、ブザビットありがとう、こんばんは、全然申し込んでください、遠慮して座席が埋まらないことがあったらとても悲しいんでぜひぜひ、ね、お祝いしてくれる気持ちがあるのなら来てくださいお願いします、うん、あ、雪がっつり降る？マジ？例年だと？マジか、一番降る頃？ねえ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 あのさ、下の方のさ2列目あたり、下の2列目あたりにさ、ハセスモモいるハセスモモいるハセさんがいるよみんなおもろ、ね、いたわ。どうですか、ハウちゃんの配信は楽しいですか、ハセスモモちゃん、ね、かわいこ発見ありがとうねみんな。あ、全然来てください、待ってますね、みんな申し込む、3期生のオタクがみんな投げるだろうし、シンプルに外れそうな気がするって、
本当ですか、嬉しいね。それは愛されてるわ、はるちゃんも。最悪、本当やん、マジか。ねえ、なんで木本のなの。ねえねえ、ハセ多い、いいの。ねえ、ハセの秘密ここで暴露するぞ。南川のアバターないのか。ハセ、ね、ハセ多い。南川大好きだろ。ね、モコモコやなって言われてるし。ポしかないのかよ、マジか。まあまあしょうがないか、それは。まあ、まあ、来てくれるだけ嬉しいな。で、可愛く発見ありがとうね。ポね、スモってやん、スモってやん。なんかすごい、はるちゃんめっちゃ通知来ると思ったらさ、年末年始は何してお過ごしですかって連絡来てた。ちょっと通知オフにしよう。あ、親友ちゃんだから大丈夫。年末年始はの話。あ、スタッフさんじゃない。スタッフさん、やばい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 。グループ通知オフって言ったらさ、こちゃきた。ありがとう。なんかはるちゃんの配信見てくれてるみたい、みんな。はるちゃんの身内、身内じゃないのかね、すごい。みんな何してたの今日。今日みんな何してたん。あ、そうだね、ニコ生見てねって。明日、よし、これにしよう。あ、仕事納めてきたの。あ、お疲れ様です。お寿司いいな、ね、はるちゃんもお寿司食べたいね。はるちゃんもね、寿司食べたいって言ってもう1ヶ月経ったの。全員で秘密暴露合戦ですか。そんなにはるちゃん秘密ないよね、本当にない。なんか秘密なんかね、ないよ本当に。はるちゃん全部言ってきた気がする、多分今まで。会社のお掃除ですか、いいじゃないですか、会社のお掃除ね。はるちゃんも家の大掃除しないと、網戸をなんか掃除したりとか、なんだろう、あとエアコンとか。わかんない。え、寒い、エアコンって言ったら寒くなった、暖房つける。え、風邪ひいちゃったのね、お大事に。今日休みで片付けしてたの、いい。可愛くて美人で最高、ありがとう。あ、餅つきの準備ですか。可愛くて美人で最高、ありがとうね。あ、長野にどん兵衛買いに行ってた。なんかさ、はるちゃんもね、なんか昨日だっけな、コンビニ行ったんですけど、行ったのよコンビニで。温かい飲み物を買おうかなと思ったら、なんかどん兵衛が休み、あ、休みじゃなくちゃった、どん兵衛が安くなってて、なんか
M1 だっけな、なんか M1 のなんとかかんとかでなんかめっちゃ安くなってたんですよ、長野。まあなんかね、そうコンビニがどんべ安くなってるよっていう。はるちゃんは長野行けないんでね。そう、暖房壊れた、これいや壊れてないよね、なんかガタ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 って、ね、今日も可愛いぞってありがとう。そもちゃんの暴露ですか、そもちゃんの暴露か、どれだろう、なんかね、そもちゃん、うん、そもちゃんとね、なんかさ昨日のね配信をね、あのね最初からずっと聞いてたんだけど、あこれ暴露じゃないんだけどさ、昨日の配信ずっと見てて、なんかそもちゃん一番仲いい人が、一番仲いいというか一番喋った人リリノって言ってたんだよ。いやハルチュンって言ってほしかったね。ハルチュン毎日連絡取ってるよ、裏でリリノとも取ってたのかな。ねえハルチュンじゃないの、そのね裏で裏でリリノと連絡取ってたっていうことね、もしかしてそういうことね、私が一番じゃないの、あてか見てんのかよまだ見てたまだ見てた、うん、あ迷った、あありがとうねありがとうね。はるちゃん、そうはるちゃんね、そうちゃん一番だよ本当に、そうちゃん大好きね、そうちゃん大好きだからね本当にね。あ連絡とは違う、喋ってたのと連絡は違うのこれ。えじゃあ毎日電話かけるね、毎日喋ろうね、そうだよね、そうね、会えない日も電話してあげるからね、ね電話ちゃんと出てね、大好きだよね、うわ長野行ったのいいな、長野行きたい、旅行行きたい。あスモちゃんとハルチュンでコラボ配信、えいいやん、えそれいいじゃん、えスモどうね、スモね配信しようよ、一緒にコラボ配信、あの1ヶ月コラボ配信でもいいよ、1月からずっと毎日ね、15分だけでもいいからコラボ配信しない、1ヶ月間お前しつこいってなるかなそうそうね、どう1ヶ月、うわうわ大丈夫かもって言われちゃったよ、どっち、えあやるって、あやるの大丈夫、え何やりますの大丈夫かもですかこれ一緒に、あ断られたのこれ、そのあ遠慮かよあね、ルアがダメでハルもダメってさ、えじゃあ誰がいいのスモは誰とコラボ配信するのこれ、ね、遠慮された方かね、着用もされちゃってね、うん、ハルチュンはスモちゃん、スモちゃんツンデレなんだよこれ絶対絶対ハルチュンのこと好きなんだけどみたいなね、マイク発見ありがとう ね、 ね、これスモ本物だよ、スモスモね、スモハルチュンがね、ハルチュンがあの配信してるよって言ったら来てくれたね、呼んだ、ブザビートありがとうね、えやだ撃沈って言わないで、違うよ、
あれだよ、ファンのみんなにはこういうね、あの何、拒否とかそういうところを見してるけど、あのはるちゃんと2人きりの時は、あのはるかちゃん大好きって言ってくれるもん。はるかちゃん、はるかちゃんが一番って、はるかちゃんが一番好きって、はるかちゃん、はるかちゃん、はるかちゃん本当に面白いとか。ね、そう。うざびとありがとう。可愛くて美人で最高ありがとう。はるかちゃん、はるちゃん振られまくってない全然。そう。お宅の森レポって言わないで。あー嘘ついてますって、スモースモーね、すごいね。明日はねニコ生さんということでね、スモちゃんの可愛いね私服が見れるということで、明日はねニコ生さんの配信あとスモと二人でイルミネーションでも見に行ってこようかしら。どうスモ、スモ年越しも一緒にジャンプする、スモどう。ね、そう。やばい、全部振られてる、やばい、どうしよう、これどうすればいい、どうすればいいんだろう、これは。え、どうすればいいんだろう。あ、そうか、暖かいお家、そうかね、はるちゃんち、はるちゃんちすごい暖かいの。なんで暖かいか知ってる？暖房つけるからじゃない、こうカーペットがあるからじゃない、あのスモちゃんが家に来たらハルちゃんが、ハルちゃんのぬくもりで温めてあげる、どうスモ。絶対来ない誘い方した。ね、あ、それがダメだった、それがダメだったのね。あ、これこれね、ママちゃんが持ってきてくれた、ママちゃんね、見て、そう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 、来て、そうそう、お家来て、そうそう、どうどう、これで、あ、そう、スモと二人で年越し、どう。ね、スモ、う、おー、ね、そうちゃん、あ、サインもらってるよ、もうサインもらってる、なんかメッセージも書いてくれてる。え、ちょっとメッセージはさ特別だから見せられないんだけど、見てこれ、何ですかこれは、これカエルって、私のカエル描いてくれた、カエルって何ね、カエル、カエルって何だろう、はるちゃんのカエル。そんなね、そんな、そんなことあるみたいな、ね、カエルいじってるやん、ね、いじらないでくれよ、はるちゃん真面目にカエル描いたんだけどさ、なんかスライムみたいになってるこれ、原型とどめてないね。そう。そう、
ル公開されると思わなかったってね。そう、すごい、ありがとう書いてくれて。これはね、ちなみにはるちゃんのパパがあのガチャガチャを回したら、あのハセスモモサインのサイン特賞が当たってしまって、それであのはるかにしてあの書いてくれたんです。スモが、そう、本当だったらあのパパチュンがもらうはずだった。そう、自力で当てたね。すみません、本当にはるちゅんのね、あのアクリルスタンドが欲しいと思って家族があの引いたら、なんかパパちゃんに特賞がいってしまいました。そう、スモが書いたんだよ。そう、うん、持ってる、本当だよね、本当にそんなね、運がいいんだね、パパちゃんは。宝物です、はるちゃんの家宝ね。はるちゃんはね、あとね、他にもあのスモちゃんのアクリルスタンドを狙ってて、そう、スモちゃんのアクリルスタンドを持って、あのこれからもね、あのスモちゃんが卒業しちゃっても、はるちゃんはメールにね、あのスモちゃんとご飯、スモちゃんとデートって、スモちゃんと二人旅って、アクリルスタンドと一緒にご飯食べに行くからね、アクリルスタンドが欲しい、マジで。スモ当たんない、なんでね、スモスモのアクリルスタンド欲しいんだけど、当たってよね。そう、そう、はるちゅんの推しだからね。そうなんですよ、こんなに初めてガチの推しができましたね。そうです、だからちゃんとね、あのすもちゃんがあの可愛い写真をくれたら、あのすもちゃんの可愛い自撮りが、自撮りくれたら、はるちゅんの LINE のトップ画になってますそうなんです推しですから、そうそうです、もうそうが大好き、ね、そう、みんなと同じ感じですね。可愛い子発見ありがとう。そうなんですよ、ガチャ回さないとアクスタ手に入らないんですよ、ね、残念なことに。何回も回すね、うん、私でいいんかだって、ね、いいよね、オタチュンです、オタチュン。だからスモとハルチュンのコンビ名を今決めるとしたら、アイドルとオタクのアイドルとオタクでコンビ名、ね、推しと毎日連絡取れる、マジ最高スモちゃん、そう、かわいこ発見ありがとう。4期生、あ、4期生、会えましたね、そう、あ、会えましたね、前に。そうなんですよ、ね、はるちゅんがアイドルって、違います、違います、そうがアイドルです。はるちゅんはハセスモモ推し代表だから、ハセスモモ推し代表、ね、
違うんですよ、私はあの私はアイドルなのは自覚してるんですけど、ハセスモモの前になるとオタクが発揮しちゃうんです、ファンになっちゃう。そう、アイオタ、アイオタにするコンビ名いいね。スモちゃんね、そう4期生には南川って呼ばれてるのって、え、わかんないんだよね、なんかいろんな、え、わかんない。そうですね、なんて呼ばれてんだろう。でもなんかちっちゃな声で南川遥香さんだって言われたのは覚えてるんだよ。でもみんななんて呼んでるんだろう、なんか南川遥香さんって呼ばれてた。千葉から応援してるよ、ありがとう。はるちゅう、え、ありがとうございます。はるもも、はるももかわいいやん、え、かわいい、ありがとう、ね、そう、TO です。4期生の中で一番最初に話した子ですか。ゆあちゃんとこまちゃん、そうだね、2人ですね、話し、あの一番最初2人話したね。そう、確か、いつも応援ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそ本当に私の永遠の推しです。ん、うん、ね、尊敬してます、うん、すごい、すごい、アイドルから、アイドルからコメント来た、嬉しい、マジか、マジか、泣いちゃう、もう、うん、やばいね。そう、そうちゃんアイドル対応してくれた、ありがとう、ありがとうございます、こんばんはね。ちゅんさん、はるちゅん、はるちゅん、はるちゅん、はる、はるちゅん、ちゅん、ちゅんちゃん、ちゅんさん、あ、いいね、ね、それでいいやん、ね、可愛くて美人で最高、ありがとう、こんばんは。アイドルからコメント来たってパワーワードだよね、わかる？え、ちょっと待って。よし、あ、ごめん、ちょっと連絡来てた。ね、よし、ね、推しから、推しから連絡来てた。ちょっとパワーワードね、推しから、推しから連絡来てたんだよ、こんばんはね。ちゅんちゅんさん、ちゅんちゅんさん長いかもね、
ね、多分呼んでくれなくなっちゃう。ね、可愛い子発見ありがとう。南川遥香が選ぶ NGT 楽曲ランキングってみんな知ってるよ絶対。ね、みんな当ててみて。ね、トップ3当ててみてちょっと。ね。みんなどう？トップ3当てれるこれ。推しから連絡来てたって。おモバメかなって。推しから連絡許せないって。あすごめんなさい、推しから連絡来ちゃってた。出陣暗闇かかと自然渋滞青春時計はるかがいるよって。何まさかのはるかがいるよって。替え歌ですか。あーね、どうだろうね。はるちゃんさ最近ねマジで曲ね本当にいろんな曲を聴いてきて、ね、いろんな曲ね聞いてきてさ本当にね曲好きな曲が変わってきてんのよ。なんか加入前は加入前からね好きだったんですけど、でもなんか歌詞をねそんなに理解してなくて、だからこうメロディーとかで選んでたんだけど、そうなんか歌詞理解して聴いちゃうとなんか好きな曲が変わってきてる最近ね。そうなんですよ。だから多分難しいと思う。みんな心揺らいでるマジで。心に太陽好きそう？あマジですか？あーでも好きですよ普通に。ね、心に太陽は一番思い入れがある曲。うん、カニうまいって。え何カニ？えカニ？カニですか？ちょっと待ってハルちゃんカニ食べた今。待って今ハルちゃん気づかないうちにカニ食べてた。ねまさかの。ね、可愛くて美人で最高ありがとう。ねえちょっとベスト3決めようかな。ベスト3ね。でもさランキングつけるの難しいね。みんな何の曲好き？はるかはどこから来るのかですか？はるかはここにいるだろう。なんか替え歌作ろうとしたけどさはるちゃんさ苦手だわそういうの。ね、はるかはここにいるだろうってね、ちょっと難しいわ。意外と渋い曲が好きそうって。やばいな、渋い曲ですか？渋い曲ってなんだ？ NGT の渋い曲わかんない。こんばんは。早すぎて俺じゃなきゃ気づかなかったねって。カニ食べてたんだはるちゃん。かかと鳴らすやつ好きなの、ね、いいよねマジで。わかります。キス調が一番好き、まあ、ありがとう。三気合い強いわ。シャーベットピンク、シャーベットピンク、いやもうね NGT の曲ね全部好きなんだけど、うん、難しい。でも暗闇求むは1位から変わってない。ごめんごめんね。暗闇求むはガチで好き。
ね、クライミングトーンは本当に好きなんです、あの曲。そう、世界はどこまでハルチュンなのかって、世界はどこまでハルチュンなのかですか。ぎこちない通学電車ね、いいよね本当に、なんか胸がキュンとするよ、なんかすごい。でもね、はるちゃんね、すごい曲はいいなって思ったんだよ。でもはるちゃん、電車通学したことなくて共感できなかったんですよ、ごめん。なんかね、共感したかったんだよ。でもはるちゃん電車通学したことなくて、まさかの。だからね、ちょっとそういう胸キュンあるのかみたいな、本当になんかちょっとちょっとうんってなってる今、うん、ポンコツ。出陣もね、思い出あるよね。やばいな、はるちゃんこれランキングつけれないな全然ね。好きな曲いっぱいあるわ、マジか。好きな曲いっぱいある。ショールーム審査でクレミモトム好きって言われた時の衝撃すごかったって。ありがとうございます。なんか、昨日より今日よね、はるちゃんね、そうなんだよ、はるちゃんもこれ迷ってるね、迷ってます。めっちゃね、歌詞がいいなって。そう、ね、はるちゃん2番の歌詞が好き。キス帳はるちゃんから爆レスくれるのですか。はるちゃんは、15番ですね。目の前、座るときに目の前にいるのが15番。みどもりもいいよね。暗闇もトムはね、なんだろうね、歌詞ね、サビが好き。なんかこれ言うとさ、なんか病んでるのって言われるんだけど、全然そんなことないけどね。そう、あ、待って、これ答えたい。歌詞聞いて印象変わった曲、絶望の後でじゃないですか。なんかね、はるちゃんね、加入前ね聞いた時さ、なんだこの曲って思ったんだけどさ、ね、歌詞を理解してみるとなんか心に響くものがあるみたいな。ね、そう、パフォーマンス込みでね、かっこいいよね本当に。ね、全部いいな NGT 楽曲。なんだ、でもね、はるちゃんね、はるちゃんもう無理だわ、もう決めれないわ、ね、全部好きって言おうとしたら。もう全部好きだね。いいね、かかとを鳴らせもね、ね、諦めずに頑張る君が優勝だって、ね、この歌詞ね、いいよね、最高だわ。あ、はるちゃん恋愛ソング意味わからず歌ってる。
ごめんごめんね。あのね、ドラマとか見るとさ、まあね、キュンキュンするじゃんね。でもさ、恋愛ソングってなるとさ、なんか理解できないごめん、マジでごめん、本当にね、恋愛ソング苦手だわ心ね、はるちゃんね、いつもね、家族に言われるんだよ。なんか恋愛ソングなんかね、はるちゃん意味わからず歌ってるのね。そのね、メロディーが好きだから、なんか恋愛ソングと知らずに歌ってる時があるんですよ、カラオケとかで。そしたらなんか心こもってなくねみたいな、感情込めて歌いなよとか言われるんだけど、え、マジでこれがね、最近悩みですね。最近というかね、まあね、昔からの悩みだね。ね、ね、ね、家族ね、そうなんです。ちょっとカラオケで厳しいんですよ。ちょっとね、もうちょっと感情込めてとか、ね、たまに言ってくるからさ、もう難しい難しい。はるちゃんチャリ登校だったからね、電車知らない。そうちゃんへの思いを歌いなさいってえ、マジか、恋愛ソング歌えちゃうんだけど、それ、え、マジ、ハセスもうガチ恋だよ、マジで。ね、そうそうです、ガチ恋だから恋愛ソング歌えるようになっちゃうわね。あなたと一緒に歩きたいって、ただ並んで歩くことだと思ってたのって。いや、でもね、はっちゃん、そこの歌詞は本当に思いを込めて歌ってます、ちゃんとね。そう、でも並んで歩くことじゃないんですか。え、どういうことなんだろう、一緒に歩んでいきたいみたいな、そんな、え、そんな感じじゃないの。え、違う、え、なんかもうちょっと別の、なんかそういう感情ある、ね、これからも一緒に共に歩んでいきましょうみたいな、そういう感じじゃなかったの。ロマンティック生きがやき、乃木坂さんです。可愛くて美人でセコ、ありがとう、ね、感情大事ですか、想像でもね、ちょっと頑張りますそうちゃんに恋しましょうって言われてるね、ありがとう。みんなみんなそんなことを言ってくれるなんて、重い曲になりそう、重い歌になりそうって、そんなこと言うなって。ちょっと待って、なんか今日暖房が顔に当たってすごいほてってる、顔がちょっと上に上げたいんだけど顔に当たる。これだ、ね、歩んでいきたいだと思う。あ、一緒に生きていきたいっていう意味なの、そういうことか。あ、じゃあそういう感じね、分かった。生誕祭でそうちゃんと一緒に歩くのこれさもしそうちゃんがさ、もしあの隣にいるとするじゃん、そしたらそうちゃんに向かってこうやってやるの。それでもし相撲が前に行って前じゃん、後ろにいたとしたら後ろ向いてやるっていうこと、そういうことそうちゃんと一緒に歩きたいやばい、それそうなっちゃう、マジか。ね、みんなどこ向いてんだってなりそうはーちゃん、そんなことやったらさ、もう歌詞変えちゃうんだけど
スモちゃんと一緒にいて、そんなこと歌っちゃうんだけど、あなたじゃないもん、スモだ春桃で曲作りましょうって、あ、曲ですか、え、曲難しいな。髪の下まで揺れてた、あ、マジ、え、そう、ちょっと顔に当たってて熱かった今。捉え方人それぞれでいいと思うけどなって、え、ありがとう。え、じゃあちょっと自己流に頑張ってみます、自己分析してね。そんなガチガチにならないですね、ガチガチのガチにならないね、背を向けるのはやめます。ハルチュンらしいの期待ですか、ありがとう。ね、ハルチュンらしいか、すももうってスモさんとユニットするなら、ハルチュンさ、スモちゃんとねやりたい曲あったんだよ本当に。でもね、と叶えたいの、叶えたかったんだけど叶えられないかな、ね、はるちゃんね、テモテモの涙をね、あ、じゃあおしめしもやりたい。え、なんかさ違うんだよそれね、あ、昨日だっけ今日だっけな、なんかね話してたんだよスモと、なんかはるちゃんスモと一緒になんか2人で歌いたいなって言ったら、スモがおしめしって言ってきたスモちゃん、スモちゃんおしめしやりたいらしいで、マジか、それ言ってた、それ言ってたんだよ、そうね、そうなんですよ言ってたわ、はるちゃんがあの大島優子さんやってってそうそうなんです、スモが言ってくれた、そう一緒にやりたいみたい言ってたんだよね。スモちゃんからのリクエスト来て嬉しいな、禁じられた2人もいい、あとなんだろうね、スモちゃんね、はるちゃんね加入してからね、加入してなんだろうね、テモテモの涙をねずっとやりたかったんですよ、でやるとしたらスモだと思ったんだよ、なんかちょっとスモっぽい相方が、ね、なんか身長も似てるし、ね、なんか親戚のお姉ちゃんっぽいし、ね、どう、親戚のお姉ちゃんっぽくない、はるちゃんのこれ年下じゃない、ね、おしめしするならはるちゃんがね、はるちゃんがおしべでしょ絶対、いや多分私さ、え、待って、絶対違うやん、絶対さ、え、違う、マジ、そうちゃんお姉ちゃん側なの、え、そうなの、マジマジか、どう
どうだろうね。手もでもいいよね。いつかやりたいね。可愛い系がいいならアボカドじゃねえし見たいかもって可愛い。はるちゃん、あ、そうちゃんはさなんか似合いそうだけど、はるちゃんはちょっと違うかもしれないからね。スモがスモとアボカドはスモと誰だろう。なんかハルチュンっぽくない。ちょっとごめんハルチュンっぽくない。スモとリリカ、誰だろう。スイスイも似合うの。確かにね、確かに3期の可愛い子たちでなんかちょっとそれ語弊生まれちゃう。なんだろうね、難しいね。みんな可愛いけどその中の何可愛い子担当みたいな、なんて言うんだろう、違うな、なんて言うんだろう、難しいな。妹系みたいな、そういう子たちでやってほしい妹系。ブザビートありがとう。残り1分になってるね。今日そうじゃん、待って、金曜日やん。時計見てなかった。違う、はるちゃん10時で終わりだったね。そうなんですよ、今日10時で終わりなのにもう時計見てなくて、あと1分だ。ちょっとランキング読んじゃおう。ちょっと待って、13位からいきます。13位水原の赤ティン333チュンありがとうございます。12位ルディエカチュンありがとうございます。11位ヨシチュンありがとうございます。10位ケイトチュンありがとうございます。9位マルチュンチュンチュンありがとうございます。8位レイチャンザチュンありがとうございます。7位サカイヌマシイチチュンありがとうございます。6位ドラミチュンのマチュンありがとうございます。5位ビールバラチュンありがとうございます。4位サロチュンありがとうございます。3位ケンジチュンありがとうございます。2位タカピロチュンありがとうございます。そして第1位はカッパチュンです。ありがとうございます。ねえ、ラジオ部さん今日でラストのラジオなので皆さん一緒に聞きに行こうね。ありがとう、配信来てくれて。また来てね。ね、はるちゃんセクシー担当だから。そう、明日は、いや明日朝じゃない、わかんない、ちょっとスケジュール見てくるありがとう、また来てね。ありがとう、またね。ありがとう、おやすみ、いい夢見てね。バイバーイ。